さあ始まりましたダバンプ友のアメリカンチャンネル、アメちゃんということなんですけれども、大体ここに来たらね、どの企画をやるか見てくれてる人は分かってると思うんですけれども、まあフェイバリット3ですよ。お気に入りのものを3つ紹介するコーナーなんですけれども、なんとフェイバリット3にゲストの方、来ていただいておりますということで紹介します。リードのあっくんでーす。あ、どうも、下からあきらでございます。ほんと高田純次さんやで、今の出方はもうシステムは純次さんです。あ、どうも、はじめまして、はい、この方はじめまして、貝本あきらです。いやもう見てますよ、アメちゃん。ありがとうございます、ありがとうございます。いやここで撮ってるんですね。そうなんですよ。いやもういつも見てる風景だと思って。まあここで撮影するということは、先ほども言いましたけれども、はい、フェイバリット3という、コーナーなんです。はい、なんで、せっかくなんで今日は僕じゃなくて、はい、あっくんの僕のフェイバリット3、フェイバリット3を紹介するってことですね。そういうことですね。じゃあ早速いきますか。いいですか。はい、ということでアメちゃん始まるよ。ジャパントモのアメリカンチャンネル。今日は何を紹介ですかね。そうですね、僕、自分のチャンネルでも発信してるんですけども、趣味でサバイバルゲーム、サバゲーをしてまして。知ってますよ。はい、はい、ゴチゴチのサバゲーをしております。ゴチゴチ、ゴチゴチ、ゴリゴリじゃなくてもゴチゴチ、ゴチゴチ、ゴチゴチなんだね。もうゴリゴリの上位互換です。おでもサバゲーといえば、そのファッションだったりとか、はい、まあ、そのフィールドだったりとか、いろいろあるんですけども、やっぱりメインっつったら、武器じゃないですか。なので今日は僕のマイフェイバリット武器やば、はい、だいぶ今日はね、破壊的な回になるかなと思います。そうだ、ね、なんかちょっと このフェイバリット3っておしゃれ感でやってるんですけど、はい、それをぶち壊すぐらいの、はい、ぶち壊します。武器ですか。武器です。だいぶニッチな世界に連れていきます。あ、そうですか、はい、視聴者の皆さんを。あ、じゃあ、はい、でもね、サバゲーちょっと興味あるんですよ。はいはいはい、はい、だからちょっと楽しみです。僕がいつも言ってる装備たち、一式全部持ってきたんです。マジかよ。はい、これ50リットルくらいの。でけえな。あと、ここは装備関係のコンテナボックスですね。ここにいっぱい入ってます。マジやで、一応僕の、はい、サブウェポン、はいはい、が入ってる、まあ、ガンケース。ガンケース、はい、サブだね、これサブです。これでサブ、これサブです。えぐ、よいしょ。で、これがメインウェポンのガンケースです。まだあんだ。はい、すごくね。今日全部持ってきました。すごいね。はい、ちょっと俺今、正直、はい、引いてるよ。これですよ。これですか、はい、これがゴチゴチの理由です。ゴチゴチだ、突撃命って書いてあるからね、はい、こういうことですか。そうなんですよ。ほう、なのでここからちょっと開けて、はい、武器を紹介していこうかなと。よろしくお願いします。はい、私のちょっと待って、メインウェポン、ちょっと待って、こちらです。映るかな。ちょっと大きいんですけど、これが、まあ、ブランドで G&G っていう台湾の会社の、まあ、エアガンになるんですけども、それの、まあ、M4 シリーズをモチーフにしている銃ですね。今何言ってるか全然数字がいっぱい聞こえてきたけど、俗に言うアサルトライフルっていうやつですね。アサルトライフル、はい、自動小銃。はあ、はい、そういうことね。まあ、もっとこう民間的な言葉で言うと、そうだな、マシンガンっていうと分かりやすいかなと思うんですけど、どうですかね、はい、そっちの方が分かりやすいなっていうね、はい、そんな感じです。はいはいはい、弾を連射して撃つことができる。はいはいはい、持ってみます。重いです。重いね、はい、結構重みあるね。そうなんですよ。これ、ま、これで撃つの。これで撃ちます。やば、はい、すごいね。でもこれ、そうなんですよ、銃結構重厚感ありますし、なんて言うんだろう、こういう細部の作りは細かいすごい、なんかリアルというか、そう、目でこう合わせて見るってこと。そういうことです。ちょっと青くなってんだね、フィルムが。そうなんですよ。これ雰囲気出るわ。これやばいっすよ。これやばいね。引くぐらい値段します。何高いんだそうだよね、それ高いよ。マジ引くぐらい値段します。はい、ちなみに、はい、ちなみに聞いちゃいます。ちなみに本体価格だけで言うと、はい、ユキチ5人です。あ、内部カスタムっていうのをフルでマシマシに積んでまして。ほうほう。で、最近の銃何がすごいかっつったら、中にコンピューター入ってるんですよ、はい、ちょっとちっちゃいコンピューターなんですけど、まあ、それでその発射レートって言って1秒間に何発撃ちますかっていうのをここで決めたりとか、めちゃめちゃ細かい設定ができるんですよ。で、今これちょっと、まあ、トリガー触りますけど、ここの発射、どこで発射しますかっていう、あ、押し具合、押し具合ですね。
そういうことね。あとバッテリーの消耗具合とか、はいはいはい、これ以上バッテリー減ったら、うん、ちょっと銃に支障がきたすので、うん、勝手にストップさせますね、うん、っていう制御もできるんだ、はい、めちゃくちゃ賢いです。すごいな。そうなんですよ。さあ、続きまして2つ目の、指南。はい、さっきとなんかねパッと見分かんないと思うんですけども、はい、こちらもまあマシンガンです、うんうんうん、これは僕が初めて買ったやつ。はいはいはい。じゃあ思い入れは結構ある。そうですね、うん、ずっと飾ってて、はいはいはい、で、まあ、こうやってもうこれなんていうんですかね、見た目だいぶ変わっちゃってるんですけど、うん、それ改造されてるってこと？改造して、もう外のパーツほぼほぼ変えて、とかしたりとかして、でいざサバゲを始めるってなったんで、ずっと飾ってたものだったんで、うん、やっぱり中身ってへばってくるんですよ、うん、なので一回オーバーホールをショップに出して、うん、でまたいろいろカスタムして帰ってきて実際使ってる。でもさっきのと比べると軽いです、うん、確かにね、うん、さっきのよりは扱いやすそうな感じですね。本当になんか作りがしっかりしてるね。そうなんですよ。これはちなみに最初から迷彩だったの？これ自分で貼りました。ですよね、うん、なんか改造してる感がちょっと、そう、ちょっと手作り感と言いますかね、うん、これほら迷彩になってるんですよ、ここが、うん、いやーこれはちょっとなんか深い世界ですね。めちゃめちゃ沼です。沼だよね。マジで沼です。これハマっちゃったら俺やばいわ。はい。さあ、ということで3つ目が来たんですか、はい、これは3つ目来ました。はい、これ出す順番僕間違えました。小中大って出すべきだったんですけど、はい、最後ちょっとしょぼくなったかもしれない。あ、嘘。はい、最後はね、でもどうですか、一番最近ハマってる順番、はいはいはい、こちらです。おお、はい、これよ、俺のイメージは。そうです、うん、こちらですね。これは、まあ、グロックっていうハンドガンの、うん、まあ、種類があるんですけども、はいはいはい、まあ、それをモチーフにしている、うん、まあ、銃ですね。これが今までにない規格になってて、軽い。そうなんですよ、うん、もうこれでいってパン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 って感じなんです。あ、なんかこれが一番お手軽だね。なんかそうなんですよ。これカチャンってやる、カチャンってやるタイプですね。今マガジンも弾も入ってないんで、うん、動く機構は全くないんです。これガスで動くんですよ。あ、そうなんだ、はい、あ、一応これ抜いてあるね。そうなんですよ、うん、そういうことね。はい、まあ、あ、何かチンチンしちゃった。あ、大丈夫大丈夫、怖いよもう全然平気です。こういう機構になってて、まあ、だから俗に言うね、エアーガンの形というか。そうですね、俺のイメージしてたのは、はい、これエアーガンはこれですね。もう小中はこれで、うん、語れるというか。そういうことね。小学校中学校はこれを。そうだよね、はい、これだよね。で、うん、みんなで近所の公園で打ってみるっていうのが通る道だと思うんですけど。そうだね、うちらもみんなやってたもんね、はい、それ。ここの隙間とここ合わせるんだよね。そうです、こうやってアイアンサイトをこうやってターンってことで、このこことここを合わせて、うん、バンと、はい、そうだよね、狙いを定めて映っていくんです。まあ、最近になってポピュラーになってきたんですけど、はいはい、CO2 ガスっていう企画なんですよ、うん、今まではなんかこうこういう、うん、すいませんね本当にアメちゃんでアスジェットとか出してるなんでちょうどあったのこれここにこういう缶のやつをこうマガジンにチーって入れて、うん、はい、なんかやってたんですけど、はい、これはあら、ちっちゃい、はい、こういうガスボンベがあるんですよ、CO2 の、うん、はい、はいはいはい、これを、まあ、マガジンに入れて、うん、で、こう刺してセッティングするの、動く、このガスの力で動かす。で、こういう、うん、あのフロンガスなんですけど、うん、エアガンの世界って、うん、そのフロンガスってその気化する熱が、うん、あのちょっと不安定なんですよ。ほうほうほう。でも CO2 だとすぐ気化してくれて、うん、もう冬場でもガンガン打てますよっていう。そういうことね、はい、話で、はいはいはい、ごめんなさいね、すんごいマニアックな話してますいいんです、こういう回ですからあの差し支えなければ全然カットしてもらって大丈夫なんでいいですね、はい、そう、こういう感じですね。最近はこのハンドガンで突撃してます。突撃、はい、そのエアガンだったりとかサバゲーにちょっと興味が出てきたよ。これ結構、うん、あの皆さん勘違いされる世界なんですけど、はい、このサバゲーの世界ってガチ勢とか、はい、大人怖えとか、うん、みんななんかこう殺気立ってんのかなっていう世界かなと思うじゃないですか、はいはい、みんな和気あいあい。あ、そうなの。ちょっと偏見じゃないですけど、うん、大人がなんかこう、うん、戦争の真似事して和気あいあいしてんじゃねえよみたいな感じの声もちらほらとかあるんですけど、はいはいはい、
全然もうそんなことスポーツそんなことない。スポーツスポーツめっちゃスポーティーなんですよ。じゃあ初めましての人がいて行っても行っても全然 OK ですね。 OK ウェルカムな感じ。ウェルカムですね。初めましての方からじゃあ教えますよ。お全然あるっす、ね、いいね。あじゃあちょっと実際やっぱり行ってみて教わりたいね、はい、そこはぜひぜひ。もう百聞は一見にしかずですから、ね、そうですよ。これはやってみてどうですからね、はい、確かにそれはありますね。もうぜひ。なんか他にもこれ持ってきてるんでしょ。結構持ってきてますね。でここからちょっとウェアに入りたいんですけど、うんまあ、僕は普段いつも着てるんで、うん、僕のはいいんですけども、うん、ちょっとやっぱり僕はともくんに一旦ちょっとコスプレしてもらおうかないいのガチ装備着てもらおうかないいの着て。はい、ぜひね、それはやらせていただけるんだったら、はい、ぜひぜひ。いいっすか、じゃあ一式。よし、じゃあちょっと、着替えます、僕。はい、まず、上流明細何が出てくるの、これちょっとうわこれが、まあ、マルチカムトロピックっていう、はい、種類のウェアのパンツ夏なので、半袖半袖のマルチカムトロピックの T シャツマルチカムトロピックってこれそれではね、ともくんが着替え終わったということなので登場してもらいましょう。やっぱ持ち慣れてない感出てる何このフルカスタム、これやばい、やばくないですか。いつもこれでやってます。これでやってんの、はい、すごっはい、兵士じゃん。そうなんですよ。すごいね。やっぱいかに周りの景色と同化して期待するかっていうところ、うん、あでもこれ本当にトロピカル、何でしたっけ、マルチカムトロピカルトロピカルって言ってマルチカル、マルチカムトロピックマルチカムトロピック、はい、メンサイ、はい、これは多分分かんないね。これは分かんないですね。うん、これ隠れられるね、マジで。もうこれで伏せたりとか、うん、草むらの中に入ったらもうバレないです。分かんないよね、これ、はい、見てよ、みんなこれ。もうとりあえず今俺誰か分かんないでしょ、これだと。このドレッドだけがヒントだよこんな本気でやってんの。こんな本気でやってますテンション上がるね、これ。やっぱそうですよね、うん、これやっぱコスプレというか、うん、こう自分でこう非現実感の中に飛び込めるんで、うん、なんかこう、なんだ、映画の主人公になった気持ちでプレイできるっていうのがサバゲーの醍醐味でもあるんですよ、ね、かっこいいっすよ。これはいいわ。行こう、あっくん。行きましょう、うん、すぐ行きましょう。すぐ行こう、はい。やばっ。だってこうピチラーってこの場所を見渡す限り、うん、あ、この服着ていけばもうサバゲーいけるなっていう服ありますもん。ここにもある。ここにもあります。ある、はい。じゃあ俺いけるねこれ。そうなんですよ。なのでもう手ぶらで手ぶらで OK ですそんなお手軽でいいの。はい、いやこういう体験をさせていただいて、はい、ありがとうございます、なかなかないですからね。なかなかないよねいや嬉しいわ。もらいましょう。はい、いや嬉しい。はい、いやー、本当に今日はね、まさか、フェイバリット3 3つ紹介して、はい、していただいた上にこんな体験までさせていただいて、はい、感謝しております。これが醍醐味ですからね、サバゲーの。これはいいね、でも楽しいっすよ。いやいいかもしれない、これ。いろいろですね、本当十人十色、いろんなスタイルがあっていいですね。楽しいですね。まあそれもちょっと、サバゲーの魅力ということで、はい、いや今日は本当に、フェイバリット3来てくれてありがとうございます。とんでもないです、ありがとうございます。あっくんもね、YouTube やってますよね。はい、何でしたっけ、タイトルは。鍵本明の趣味チューブです。あ、趣味チューブ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 、はい、ね、チャオチューブじゃないですか、趣味チューブ趣味チューブで、はい、ということで、そっちのチャンネルにも僕ちょっと出させていただいて、はい、コラボなんでいろいろこう行き来したりしますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。ということで、今日のフェイバリット3のゲストは鍵本明でした。ありがとうございます。ありがとうございました。お邪魔しました。